の自己太郎だな。見ればわかる。他には誰もいないだろうな。誰にもつけられてないだろうな。間違いないな。ここへ来ることは誰にも知られていないな。いいか、コタロウ、よく聞け。守らねば、命に関わる。今からドアの鍵を開ける。しかし、ドアを開けてはならない。その場で静かに百を数えろ。騒がず、何もせず、静かに。よし、今から鍵を開ける。ドアから少し離れていろ。
他の誰に見えるというのか、しげしげと見るな。命令だから従った。西九条さんの命令だから従った。二度としない。二度と、二度と天王寺光太郎。お前の要望通りに着てやったぞ。メイド服だぞ。文句あるか。どうしてだ。ちゃんと衣装の専門店で買ったぞ。メイド服とタグにも書いてあった。やたらとたくさんあったからよくわからず適当に選んでしまったことは認めねばならんが。これでいかがですか、ご主人様。それから食事の介助をするんだったな。こんな恥ずかしい格好をさせてそんなことを望むなんて、お前は全く理解できない。与えられた命令を完遂するのが私の仕事だ。いかにハレンチな要求なれど、上司を下手ならそれは命令だ。私は最後まで完遂するぞ。さあそこに座れ、天王寺小太郎。じゃなかった、ご主人様。さあそこにおかけになって、あーんとお口をお開けになってくださいませ。そういうわけにはいかん。さあご主人様、あーん、ほら、あーんをせんか。命令全18件の全てを遂行する。覚悟しろ、天王寺小太郎ご主人様。
ところで、この服のタグに書いてあったドキドキメイドパーティーとは何のことかわかるか？そうか、オークションで出品されている何かなのか。後でネットで調べてみよう。ん？何か隠しているな？吐け、白状しろ！このハレンチな格好の正体を言え！